爆弾を喰らえ。爆弾を喰らえ。
マコンデ族の青年たちは強靭な肉体を持って騎士のごとくヒステリックに逆襲する。銃で撃たれても刃物で切り裂かれようとも彼らは戦い続けたという。その漆黒に映る彼らの姿はプルトニウム爆弾のように鮮烈だったという。彼らは甘美な匂い漂う夜の果物をヒステリック爆弾94と呼んだ。